では、定刻になりましたので、第5回目の、計算科学技術特論 B の講義を始めていきたいと思います。今日も、理研の南先生に講義していただきます。今日は、アプリケーションの性能最適化の実例2ということで、講義いただきます。よろしくお願いします。それでは、5回目になりますが、アプリケーションの性能最適化の実例2ということで、お話をさせていただきます。で、これが今までやってきた1回から5回目の例題ですね。本日の内容ですが、前回もちょっと4回目でもお話ししましたが、理研で進めた性能最適化の内容ということで、ちょっとかぶるところありますが、ちょっとだけご説明いたします。それで2番目、今回ですね、前回は、量子計算関係のアプリケーションの話が主だったんですが、今回は、サイズム 3Dというもの、あとフロントフローブルーというもの、まあ、どちらかというと、差分系ですね、差分系のアプリケーションの話を実例としてお話しさせたいと思います。あと最後にナスパラレルベンチマークの MG ですね、これも差分系ですね、まあ、この辺の話を中心に実例ということでお話をさせていただきます。で、まあ、最後に下に書いてありますような形で、我々のチームのこのメンバーの発表データを元に作ったデータが話の内容のとなります。はい。で、まず最初にちょっと前回もお話しました理研で進めた性能最適化ということでざっとお話しいたします。まあ、前回お話ししましたけど、まあ、6本のターゲットアプリを元に性能の最適化ということをやってきたんだというお話をいたしました。で、今回はこの2番目に書いてありますサイズム 3D ですね、これは地震波電波強振動シミュレーションのアプリケーション、あと4番目に出てますフロントフローブルー光学の、FEM の流体のアプリケーションですね、この辺の話を実例を中心にこの辺の話をしたいと思います。で、前回も話しましたようにこれ計算科学の分野、高度開発者の方と我々の理研と計算科学の立場で、まあ、コラボレーションでやった仕事であるということです。詳細は前回お話ししました。で、これも前回お話ししましたが、この2つの軸ですね、まあ、第1回目から言ってますが、並列性能を出すということ、まあ、横軸ですね、それと縦軸、単体プロセッサー CPU の単体プロセッサーを性能を出すというその2つの軸で、物事を見ていくんですよということをお話ししましたが、今回はですね、右下の方ですね、この辺サイズム 3D ニッカム FFB というですね、単体性能としてはなかなか、今までお話ししたようにバイトパワーフロップですね、要求するバイトパワーフロップが割と大きいので単体性能がこう出しにくい、だけど、まあ、並列という意味では、まあ、割と領域分割をやっているので割と出しやすいと、まあ、こちら側のですね、右下のこの部分ですね、ここに位置づけになるようなその辺のアプリケーションの並列化、あと単体性能を出すということ、まあ、その辺の実例をお話しするということです。で、まず最初にサイズム 3D の性能最適化ということでお話をさせていただきます。で、ここにちょっと絵が出てますが、これよくテレビなんかでも出てるんですが、東京大学の地震研ですね、で開発された、地震、の強振動のアプリケーションです。で、現状はもう津波も計算できるような機能が付けてあります。で、ちょっとサイズム 3D について、少しご紹介をいたします。まず地震電波を解くアプリケーションであるということ、で有限差分法ですね、FDM によるアプリケーションで、数値的に連断性方程式を時間発展させるような、プログラムになっております。現在は、まあ、この地震伝播とともに津波を連動して、解けるような、まあ、そういうふうなアプリケーションになっております。で、大規模な並列化というのを前提に開発されたアプリケーションになってまして、まあ、実際、まあ、後ほどご紹介しますが、K のフルノードを使った計算が可能になっていると、まあ、そんなふうなアプリケーションです。で、K
計算のやり方としましてはこの6つの部分ですね、最初に応力の空間微分っていうのを計算する、これがA の部分です。それと速度場を計算すると、速度の空間、E の方ですね、速度の時間積分をやっていく計算になっています。でその後に、速度場の通信をやって、その後 B の速度の空間微分の計算をやっていくというような形になります。でこの C の応力の時間積分をやっていくというところです。で最後に応力場の通信をすると、まあ、こんなふうなですね ABCDEF の、部分から計算の部分カーネルから構成されるような計算になってまして、これはタイムステップですね、時間ステップでどんどん何回もこう繰り返し計算していくような、まあ、こんなふうなアプリケーションであるということです。それで、並列化なんですが、まずちょっと後ほど出てきますが、こういくつかバージョンがありまして、最初のサイズム 3D のバージョンはですね、こういうふうな3次元の領域分割ですね、 XYZ 全部の3つの方向ですね、それをこう区形に区切って、やるような、まあ、領域分割になっています。これはきっちりした区形領域になってまして、まあ、こう豆腐をこうさいの目に切ったようなですね、まあ、そんな形の領域分割をやってあるアプリケーションです。で、当初の評価アプリではですね、この先ほど言ったこの右側のこの F と D の部分ですね、この境界条件のところがこうついてないアプリケーションで、まあ、当初はこんなふうな評価アプリで、最適化ですね、並列化と単体性能を上げるという、まあ、そういったことをやってきました。まあ、当初はこんな形のアプリケーションで並列化をされていたということです。それで、最初から、まあ、ずっとご紹介してきてますが、まあ、そのアプリケーションについては、まあ、並列の特性分析が、大事ですよということを、申し上げましたが、これも、サイズ 3D につきましてもそういった並列特性分析をやっております。それでウィークスケーリングで、測る方がそのアプリケーションの問題が分かりやすいですよということを申し上げたんですが、これもやはりウィークスケーリングをやって測っているということです。これ昔のですね、理研の RICC っていうクラスターですね、クラスターマシンを使って、測っています。でこの時は、8000ですね、1000平ですから8000平ですぐらいまでをこうウィークスケーリングで測っています。でこれ何ケースか測ってて、1つのコアに何メッシュ乗せるかというのを、測ってて、この青い部分が144の立方体ですね、まあ、その立方体をでメッシュで、このワンコアに乗っけた場合と、まあ、こちらはちょっと羊羹みたいな X 軸が長いようなメッシュですね、これが赤いのがプロプロットの線がこういう羊羹みたいなものをワンコアに乗っけているということです。で、まあ、大体これ見るとですね、まあ、全体的にはこうウィークスケールしているように見えますが、でこの辺をちょっと部分的に、どうなっているかで、まあ何回か前にちょっとちゃんとお話ししましたが、とにかくブロックごとにこのウィークスケールを測ってくださいと、そうするとアプリケーションの特性がよくわかりますよということを申し上げましたが、まあ、これもそういう例としてですね、こういう形になっています。この空間微分のところと速度、時間積分のところ、応力時間積分のところ、まあ、こういうふうに、ごめんなさい、分けてですね、であと演算と通信を分けてくださいということも言いました。でこの部分が演算の部分ですね。で、まあ、これ見ると並列数で見ていくとですね、この1000から8000までやってますが、まあ、大体ウィークスケールしているように見えます。で通信もですね、こういうふうに X 方向、 I 方向の袖通信、 J 方向の袖通信、 K 方向の袖通信、あと待機通信ですね、レデュースの形に分けて測っています。でこれ見ると若干なんか通信時間がこう少し増えているような感じが見えます。
まあ、ちょっと後ほどまたあのいろいろ評価をしますが、まあ、こんな感じで、測定をやって、並列特性分析をやってきているということです。それで、実際ちょっと細かい話はこう抜きますが、ちゃんとチェックするとですね、まあ、この、当初のやつは先ほど言った D と F の、境界条件のところの積分の吸収計算というのはこの辺が入ってませんでしたので、残った部分だけ見ると、ちゃんと、まあ、演算量としては、N というのはメッシュの数だと考えると、まあ、メッシュの数に比例するようなそういうふうな計算になっているということが確認できました。それとちゃんと完全並列になっていると、まあ、ウィークスケールやってみると分かるんですけど、これに、まあ、あの以前お話したようにあのちょっとでも、並列の部分が残っているとウィークスケールした時にあの測った時にですねあの演算時間がわーっと増えちゃうのでそういうことはないので、まあ、完全並列になっているということが、まあ、一応分かっています。それとちゃんと、まあ、ある程度ウィークスケールはちゃんとしていると。ただですね、やっぱり少し気になるのは、あの隣接通信時間がですね、通信量に比べると結構大きいなっていうふうにあの分析されました。まあ、この当時ですけど。あと、待機通信が、まあ、並列数に応じて少し増大傾向になっているというのが、分析の結果として分かっています。ということで、今度ですね、ちょっと、当初の分析はそんな形だったんですけど、今度ですね、あのアプリケーションが少し変わりましてですね、新しい評価アプリができています。で、それは、まあ、この先ほど抜けたその F と D のところですね、境界条件の部分が、の計算が加わったような評価アプリになっています。それで、並列のやり方もですね、あの2次元の領域分割になっています。でなんでかというとですね、もともと、まあ、最初は地震だけを計算するようなアプリだったんですけど、この時点ではまだ入ってないんですが、まあ、最終的には津波の計算もしたいということで、この津波の計算がですね、この上面だけですね、ここだけにこう入ってくるような形になります。そうするとこう3次元で分割しちゃうと、この津波のその上面のところだけですね、別な計算がその入ってきちゃうんですね。そうすると、その計算の分散という面ではなかなかちょっとあんまりよろしくないということで、まず2次元の分割というのがまあ計画された状態になっています。それで、一応まあこういう状態でやったらどうなるかというのをちょっと今回はあんまり詳しい話はしませんが、2次元分割で通信の時間というのを評価しています。そうすると通信量はまあちょっと 4,5 倍になると。だけど通信回数は、3分の2になると、まあ、もちろんあの3次元です。で分割する場合は上面下面が入ってきますので、6面の通信になるわけですけど、まあ、こういう2次元分割すれば4面で済むので通信回数は3分の2になると、まあ、通信量は増えるんだけど通信回数的には、ちょっと有利になるということ。それとあとですね、通信だけじゃなくてですね、通信をするためには配列に1回通信する領域をパックして通信してまたアンパックするというそういうふうな、操作が必要になってくるんですが、このパッキングのところがですね、縦軸にこの Z 軸ですね、この縦軸を、最内ループにすることによってそのパッキングの時間も結構有利になるということがあります。まあ、そういう意味でですね、今言ったようなことをちゃんと評価して、この二次元分割にしたらどうなるかという評価をして、通信時間はまあ演算の数パーセントで済むでしょうと、まあ、K を使った場合ということなんですが、K をターゲットにするとそうなるでしょうというふうにまあ評価して、まあ、それで二次元分割をこういう、に最終的にするということで、開発者の方で二次元分割を、入れて、こういうそのアプリケーションを開発して、もらったと。というか、まあ、そういう開発がなされたということです。で、まあ、そういう意味でですね、その、並列という意味では、まあ、そういう意味では、サイズム 3D っていうのは、まあ、割とやりやすいということを申し上げたんですが、確かに、
こういう評価もできてって、割と並列化的にはこういう才の目に切ればいいような領域分割のやりやすくて、まあ、それなりに上付けするようなアプリケーションであるということがちゃんと分かったということですね。でそれで今度はその何が難しいかというと、やっぱりその先ほど最初に言いましたように、特性としてはサイズム 3D というのはその単体性能を要求するバイトパフロップが大きいアプリケーションですので、単体性能を出すのがなかなか難しいということです。そういうアプリケーションであるということです。そういう意味でここからは単体性能のチューニングについて、性能見積もりとチューニング方法についてちょっとお話をするということです。で以前ですね、こんなふうに単体性能についてはちゃんと見積もりをして、それでこういうプロファイラーを使って性能をちゃんと評価して、そこまで性能が出ているかどうかを実測して、そこまで性能を上げてさらにチューニングをやったら どういう性能になるかっていうのをちゃんとまた見積もりして、でそこまでちゃんと達成するかどうかっていうのを評価するんだと、まあ、そういうこういう一連のプロセスを、取るんだということを多分3回目にお話ししていると思うんですが、まあ、こんな手順で具体的にはじゃあ実際にどうするんですかっていうのをちょっとサイズムの例をベースにお話をしたいと思います。で、これ、これも3回目に少しお話ししましたが、これからまたベースになりますのでもう1回だけお話します。まず最初のサイズムのですね、先ほど ABCDEF の、まあ、6つの部分からなるというお話しましたが、 AB のですね空間微分の計算があって、その中の Z 方向の微分のところですね、1次元目の差分のところ、それがこんなふうな例を出すとこういうループになります。でこの V っていうのがまあ速度で、これがその K のですね、 K と K-1、 K-1、まあ、プラス1、マイナス2ということで、こんなふうな差分が出てくるようなこういうループになります。それが KIJ ということで、この Z 方向、先ほど言ったようにそれを最内にして2次元分割されているので、こんな風な分割にされていると。でスレッド並列はこの一番外側のですね J で、ブロックのスレッド並列がされている、まあ、こんな風な、コードになります。でここで、以前言いましたように、V をどれか1個持ってくると、あとはキャッシュに載っているんで、V は、だからメモリーまでアクセスするのを勘定すればいいというお話をしたと思いますが、V について1個だけ、メモリーからロードしてくるということになります。それと DVZ というこの左辺は、これストアだけしかないように見えるんですけど、まあ、アプリケーション的には一度ロードしてまたストアしますので、ロードストアで2つメモリーへのアクセスが生じるということで、この V と合わせると3つですね、配列3つが、ロードストアということでメモリにアクセスするということになります。でこのサイズム自体は単精度のアプリケーションですので、4バイト配列4バイトですので、3、4、12バイト、ループとしては、まあ、数え方としては12バイトのこのアプリケーションとしては要求バイトの値になるということになります。でフロップはいくつかというと、これ数えればよくて、マイナスが3つあって掛け算が2つあるので 5になります。そうするとこの要求バイトパワーフロップは要求バイトが12で、フロップが5なので、12を5であると 2.4 になるという、まあ、こんな説明を以前にしたと思います。まあ、思い出すためにもう一回説明しております。でこれが要求性能どれぐらいになるかというと、ハードウェアが持っている BF 値は、0.5 だけど、実質その7割ぐらいの性能が出るので、まあ、実質、測ると0.36になると。でハードウェアが持っている BF 値 0.36 をアプリケーションの要求する BF 値 2.4 であると 0.15 だから 15% ぐらいがこれの、プログラムの、見積もり値になるということを申し上げました。で実際実測すると 15.3% で大体そういう性能が出ます。で、
こういう見積もりをして実測すると、まあ、こんな形になるということを以前お話ししましたが、まあ、もう一回今日ちょっと説明しました。まあ、こんなふうなやり方ですね。で、まず見積もりをするということです。で次に今度これが、ここからはちょっと今まで説明してない新しい話になりますが、今度空間微分、やっぱり A、B の部分ですね。X 方向の微分になります。これが二次元目の差分になります。これは V の、この先ほど K が差分だったんですけど、I が、差分になっています。I で、これ I マイナス1、I プラス1、I マイナス2。こんな形になっています。それで、こういう見るとですね、この NX、NY、NZ、このループ の回転数にもよるんですけど、これ、この回転数で計算するとですね、この V の二次元目のこの I との差分の分ですね、これも、先ほどのやつは L1 キャッシュに一次元のやつは乗るんですけど、二次元のやつは、これは L2 キャッシュに乗ってるっていうのは、わかるんです。まあ、そういう大きさだっていうのは、勘定するとわかります。そうするとですね、3回目でご説明しましたけど、まずメモリーバンドネックになるような、そういうそのアプリケーションについては、まあ、要求 BF 値が高いやつですね、については、メモリーからのロードストア、メモリーとのロードストアだけ考えればいいというふうにちょっと申し上げたので、まあ、その原則に乗っ取るとですね、1次キャッシュに乗ってようが2次キャッシュに乗ってようが同じなので、要求 BF 値としては同じになるわけです。まあ、そういう意味で先ほどと同じで12を5で割って要求 BF 値は 2.4 になると。そうすると予測性能としては 15% ぐらい出るというふうに予測できます。で実際実測するとですね 13.5% になってます。これは先ほどの 15.3% よりもちょっと低くなってます。でこれがですね、実測したメモリーバンド幅を見ますと、先ほどはその基準として0.36 なので、だいたい 46GB パーセックぐらいを想定してたんですが、ちょっと下がってます。 42.9 ということです。ちょっと下がってます。この値でもう一回予測するとだいたい 14% になります。そうするとまあ 14% と 13.5% なので、まあほとんどまあ合ってるということになります。でなんでこんなことが起こるかというとですね、これここはちょっと K の特徴なんですけど、これはL2 に乗ってるわけですね。で L2 のキャッシュのこうロードストアですね、そのアクセスが増えるとメモリーバンド幅がちょっと下がるっていう、そういう傾向になります。これちょっとK はそのメモリーと L2 のアクセスが同じ、ハードウェアの、まあちょっと、言い方は難しいんですけど、まあ、そういうハードウェアを使っているので、L2 が頑張っちゃうとメモリーバンド幅がちょっと下がるということになる。まあ、そういう意味で46っていう計算したのが42になって、まあ、ちょっと下がっているということですね。まあ、といっても、まあ、大体 15% だと思ってたのが 13.5 なので、まあ、そんなに予測としてはそんなに外れてない値になっていると思います。まあ、こういう状況で少し変わるけど、まあ、大体こういう予測をすればそんなに問題ないということになります。で今度ですね、やっぱり同じような A、B という計算で3次元目の差分ですね、3次元目の差分になると今度この J ですね、J っていうところがこの差分になります。 J と J マイナス1プラス1マイナス。でこうなるとですね、ちゃんと、まあ、この大きさでその計算してやるとですね、さすがにこう大きくなっちゃうと、これはキャッシュには乗りません。だからこの全部メモリーまで、アクセスに行っちゃうわけですね。そうすると、要求バイトっていうのは1234で56になるわけですね。6個、そうすると 6424、4バイトなので24になります。それをやっぱり演算数としては変わらないので5つなので、24を5でやると 4.8 になります。もう結構大きな要求 BF 値になります。そうすると 0.36 を 4.8 でやると 7.5 0.075 ということで 7.5% の性能っていうのが予測性能ということになります。要は実測すると
7.6% になります。まあ、大体、この予測で大体合ってるということになります。まあ、そういう意味で、まあ、こんな形になっちゃうわけですね。で、ここまでで、ある程度、予測っていう面では、こうやれば合うんだなということがご理解いただけたと思います。まあ、まず、こういうふうに予測をします。それで実測すると大体それになっていると。で、次にここからですね、ちょっとチューニングの話になります。一つはですね、今言った3次元目の、この V の J でスレッド並列されている部分ですね。あ、すみません。J で差分化されている部分。これを、じゃあどうやってチューニングするかということになります。これ一つはですね、これ先ほど言いましたように、もともとはこれ一番外側の J 番目で、ブロックで、スレッド並列化されていました。これをですね、このサイクリックにスレッド並列をしてやるということになります。まあ、具体的に言うと、J の一番目を、1のところを1スレッド、0スレッド目に、2を2スレッド目に、3を3スレッド、まあちょっと1個ずれますね。0を1スレッド目に、1を2スレッド目に、2を3スレッド目に、まあそんな風な形でですね、サイクリックにこのスレッド並列をしてやるという、まあそれはまあこんな書き方を、OpenMP で書くとこんな書き方でいいんですけど、こういう風にしてやります。そうするとですね、何がいいかというと、ちょっと次のページをちょっと説明しますが、まあ一般的に書くとこんな風なですね、3次元目の J-1、J プラス1みたいな、こんな風な、コーディングでやった場合、これを一番外側でさっき言ったサイクリックなスレッド並列をした場合ですね。そうするとですね、ちょっと最初はダメなんですけど、配列で見ると、一番最内に K があるわけですね。で、これ1から Kmax があります。それが次が I が来ますので、I が1のところ、で2のところって、まあ、こんな風に流れるわけですね。で、今度 J が変わると、次のところですね。こういうふうな形でこう配列に なっていくアクセスするわけです。で、J プラス J はこうなると。そうすると、今言ったスレッド並列でやるとですね、例えばこのマイナス1、J マイナス1と J と J プラス1を見てみると、この真ん中の、計算ですね、真ん中の J についての計算はこの青いところですね。青いところ、この3つをこう参照するわけですね。で、次に、この J-1 のところ、この赤い部分は、この、まあ、こっちの隣もありますけど、この3つを参照するわけです。で、J プラス1のところは、このオレンジのちょっと見にくいんですけど、この3つを参照するということになるわけですね。そうすると、お互いにですね、お互いに、この3つの、J と J-1 と J プラス1のスレッドはお互いに同じところをこういう形で参照し合うわけです。そうするとですね、これがキャッシュにこう乗っかってくるわけですね。で、これ L2 キャッシュに乗っかるということになります。これキャッシュライン、128バイトのキャッシュラインの例ですけど、ということが起こるわけです。そうするとちょっと前のページに戻りますが、こういうふうに、そうすると、先ほどの、オリジナルの書き方だと、これらは全部メモリーからアクセスしてたのが、これキャッシュからのアクセスになるわけですね。そうすると、やっぱり二次キャッシュに載ってるのと同じ時の見積もりになりますので、先ほど要求 BF 値が 4.8 だったのが、また元のですね、2.4 に戻るわけですね。そうすると 15% ぐらいの性能予測になるわけです。で、実際にこれを計算してやると、実測すると 13.6% ということで 15% に近くなっている。先ほどもともとは 7.5% ぐらいしか出なかったのが 13.6% ということで、まあ、倍近い性能になっているということですね。これが一つの、まあ、キャッシュに乗せるですね、まあ、チューニングのやり方ということになります。それで今度もう一つチューニングのやり方としてどうなるかというと、今度先ほど1次元目の I と2次元目の J、ごめんなさい、1次元目の K と2次元目の I と3次元目の J を別々のループで計算してましたけど、これをですね、3つ一緒のループにしてやります。それで先ほどの、スレッド並列っていうのも一緒にやってあげると。こうするとですね、
V については1個持ってくると それらは他のやつは全部キャッシュに乗るということができるわけです。で、ただしこの DVZ、DXZV、DYV ですね、この3つについてはやっぱりロードストアがあるので、要求 BF としてはロードが4つにストアが3つということで、7つですね、7つのメモリーからのメモリへのアクセスになります。そうすると、おのおのが4バイトの大きさですので4728で要求バイトとしては28になります。で、だけどこの掛け算足し算の数が3倍に増えてるわけですね。そういう意味で、要求フロップが15になりますから、要求 BF は28を15であると1.86、 そうすると0.36 を 1.86 でやると0.19、 まあ見積もりとしては 19% ぐらい出るでしょうというふうになるわけです。ちょっと実測するとでですね、やっぱり 17.7% ということで、まあ先ほどよりも性能としてはだいぶ上がっているということになります。まあ、そういう意味でこういうふうに要求 BF 値を下げると、ループ融合により要求 BF 値を下げると、で先ほどの、サイクリックなスレッド並列によりキャッシュに乗せるということをやってやると、要求 BF が下がって、なおかつ性能がちゃんと上がってですね、 19% の見積もりになって実測値も上がると、まあ、こういうチューニングができるということです。で、今2つご紹介しました。あとですね、今度は XFIL っていう、ちょっとこれはですね、今までの講義の中ではちょっとご説明しなかったんですけど、こういうふうな XFIL っていう指示があります。これは何かというとですね、先ほど言ったようにこの DZV っていう、こういうのはロードとストアが発生しちゃうんですけど、別にストアだけなんですね、実際は。だからそのロードストアの無駄なロードをしないでくださいっていう、まあ、それをですね、指示するような、そういう指示があります。これがXFIL という指示があります。で、これをですね、 OCL ということでこういう指定をすることによって、まあ、余計なロードが発生しなくなる。ただしですね、これ自体はちょっと使用するための条件が厳しくてですね、連続アクセスじゃなきゃいけないとかですね、いくつかありますので、まあ、そういうふうな条件に合致すれば使えるというような、そういう機能があります。で、これをすることによってですね、今までこれ見積もりの時にロードとストアで勘定してたのが、ロードはいらなくてストアだけでいいので、要求 BF 値がですね、2.4 から1.6 に減少します。で、推定性能も 15% から 22.5% に上げることができるということになります。そうすると性能も実際にこの CC を指定してやるとですね、実測値は 21.2% で、先ほどの 15% ぐらいだったのが 21% ぐらいまで上がるということになります。まあ、こんなふうなチューニングのテクニックが3つ目ですね、ということができると。それとですね、今度は、これも3回目ですね、ご紹介したと思いますけど、キャッシュスラッシングというのがあるんだよということをお話しました。で、それに対して、まあ、チューニングができますよっていう、ちょっとご紹介したんですけど、その例ですね。まずこれサイズムみたいな連続アクセスですね、連続アクセスする時のキャッシュミスっていうのは何回起こるかというとですね、サイズム 3D は単精度なので、128バイトのキャッシュラインに対して、それ、単精度 4バイトは32個入るわけですね。そうすると最初の1回はキャッシュミスをすると、で、だけどあとはミスをしないということなので、キャッシュミスというのは32分の1になるわけです。そうするとそれは 3.125% になって、まあ、こういうふうな連続アクセスのやつは単精度であれば 3.125%、倍精度であればこの倍の 6.25% ですかね、になるということ、まあ、これがその連続アクセスの時のキャッシュミスの基準値になります。それとですね、今度、L1D ミス率っていうのがありまして、まあ、その L1そのデータキャッシュですね、L1 データキャッシュをミスするときに、
3つあります。ここに書いてある L1D ミスする原因としては、実際にそういう要求が発行された時のデマンドした時のミス率っていうのがあって、あとプリフェッチをやるんだってことを申し上げたんですけど、ハードウェアプリフェッチでするミス率とソフトウェアプリフェッチでするミス率っていうのは3つあって、その3つを合計すると L1D ミスのミス率というのは 100% になるんですけど、この要求した時のですね、デマンド率っていうのが、ミス率っていうのが大体 20% を超えて、なおかつこの先ほど言った 3.125% っていうこのキャッシュミス率ですね、これよりも多い場合ですね、キャッシュスラッシングしている可能性が高いという、まあ、そういう状況があります。ちょっとこの辺ですね、デマンドミス率とかハードウェアプリフェッチミス率はなかなか難しいんですけど、まあ、ちょっとまあおまじないだと思って覚えていただければいいんですけど、こういうものをデータとして取ることができます。でこれ実際にオリジナルを見るとですね、L1D ミス率が、3.54% で少し高くて、 L1D ミス率が 49.9% かなり高いですね。こんな風になってます。で、こういう場合はそのキャッシュスラッシングが起きてるなという判断をします。でそれをやるため解消するためにはどうするかというと、まあ、いろんなやり方があるんですけど、一つは、ドゥーループの中に配列が多いと、そうすると配列をこうアクセスする、ストリームでアクセスするですね、のが多い。それが多すぎちゃうとやっぱりその、キャッシュスラッシングを起こすの確率が高くなるということです。まあ、そんな時にですね、以前ちょっとご紹介したと思いますが、3回目でもお話ししましたけど、ループ分割や配列融合っていうのが効果的ですということを申し上げました。でこれもやっぱりそういうことをやってあげます。そうするとループ分割配列融合することによって、こういうふうにですね、キャッシュミス率が 2.71% に下がって、ミスのデマンド率が 11% ということで 20% よりも下がってきているということですね。ということで、まあスラッシングが解消されたということで、実際見てみるとピクセルの比が、8.8% から 10% に上がっているという、まあ、こんな形になります。で実際に見るとですね、このメモリスループットも 39GB/s から 42.89GB/s に上がっていると、以前お話ししたと思うんですが、要するに、メモリーバンド幅は46まではギリギリ、ピークはそこまで行くので、それに近づくようにプリヘッジとかを使ってメモリーバンド幅を使い切るというのが大事だとお話ししたと思うんですが、それに近い状態になっているということです。まあ、こんなふうな、チューニングのテクニックもありますよということですね。まあ、今言ったようなことを、まあ、やってあげると。それで、あとはですね、速度時間積分の計算、まあ、これがいいのところなんですけど、これも実際にもう少し今見た例よりも複雑なんですが、要求バイトは72で、フロップは52あるので 1.38 で、性能予測すると割ってると 26% ぐらい出るんですけど、実測値として 24% ぐらい出てるというふうなところ、まあ、だから十分出てるということですね。まあ、こんなふうなですね、6つのサイズの部分について、まあ、カーネルですね、それについていろんなチューニングをやってきたということです。それで、CPU 単体性能のチューニングの結果としては、まあ、A についてはだいたいピーク比 10% ぐらいだったのがだいたい 17% ぐらい、 E についてはもう20数%出て、まあ、そのチューニングする必要はなかったと。それとあと F についてはこれぐらいですね、B についてはこれぐらい、まあ、10% ぐらいだったのが 20% 近くいってると、C については、16% ぐらいだったのが 21%、まあ、この辺までいってるということですね。全体として、17.8% ですねぐらいまでの性能が向上が図れたということです。それで、最終的にはですね、総合性能ですね、サイズム 3D の総合性能としては、これウィークスケールで測ってるんですけど、16、20、256、4096、16000と36000、64000、82000、944、まあ、フルノードですね。ここまでウィークスケールをこうずっと測ってやると、実行時間は 48.8
8秒から 48.5 秒、まあ、ほとんど一緒である、まあ、要するに完全にウィークスケールしているということです。でピーク性能比も 17.1% から 17.9% まで、まあ、要するに完全にあのウィークスケールしているということで、まあ、最終的にはあのサイズの 3D というのはあの、まあ、ほぼまあ単体性能のチューニングがまあメインだったんですけど、をやってやると、大体フルノードであのトータル 1.9 ペタフロップス、まあ、18% ぐらいの性能になったというのが最終結果になっているということです。この後ですね、もうちょいやって、今ちょっと2ペタは少し超えているぐらいの性能になっています。まあ、これぐらい の, あの、性能になったということです。以上で大体、サイズム 3D についてのチューニングについてはお話を終わります。で次にフロントフローブルーですね。これの性能最適化ということでちょっと ご紹介したいと思います。これはあのアプリケーションとしてはですね、ここに書いてあるようなですね、流体アプリのシミュレーションですね、車の周りの流体 の, アプリケあの シミュレーション、あとタービンとかですね、ターボ機械とかですね、これタービンですかね、ターボ機械、あと、こう配管の中の流体の挙動を見るというようなあのアプリケーションです。それで、ちょっとあの具体的な計算手法をご説明しますと、有限予想を用いた流体計算のプログラムということです。で有限予想法には2つのタイプの計算があります。1つはあの全体合成マトリックスを構築するタイプ、あと全体合成マトリックスを構築しないで要素合成マトリックスのみで計算を進めるやつ、これはあのエレメントバイエレメントと言います。ちょっと絵が描いてあるんですけど、要素合成マトリックスですね、これはあの一つの要素に対する合成マトリックスがあるんですけど、それがまあ全ての要素についてマトリックスがこう作られるんですけど、それをこのまま要素合成マトリックスだけでこう計算するのがエレメントバイエレメントという方法ですね。でこれを全体の合成マトリックスに組み直して、それでこのソルバーを使って解くと、連立次方程式のソルバーを使って解くと、まあ、これがそのもう一つの合成マトリックスを作るタイプの計算ですね。この2つがあるんですけど、今 FFB についてはあの新しいバージョンではまあこう両方のソルバーに対応しています。で、まあ、こんな計算をするようなあのアプリケーションになります。それで、ループですね、あの、ループ構造を見てみると、まあ、タイムステップループが外側にあって、まあ、このいろんなごちゃごちゃ計算があるんですけど、一番中心なのは、こういうの、この3つですね、速度の予測子を計算するっていう部分、その後圧力の計算をするっていう部分、それと、あと速度の修正を計算するという部分、この3つが、まあ、計算の主要な部分になります。それで、最初の速度の予測子の計算の部分ですね、これはどんな計算が入ってくるかというと、この BCG っていうその、連立次方程式を解くときの反復解法ですね、少しあの、何回目かにちょっとご説明しましたけど、まあ、ああいう反復解法を、使うようなあの形になっています。でその中でこのカル AXC っていう、これは、先ほどで言うと合成マトリックスを解くところで使われる行列ベクトル積を計算するような、素行列とベクトル積を計算するようなそういう計算を使います。でこれがまあ計算使われて、さらに DDCOMX っていうですね、隣接通信をする部分、あと DDCOM2 っていう、反復音なので、内積を、全体の内積を取らなきゃいけないので、オールレディウスを使ってスカラの内積を取るっていうための通信を行うっていうもの、まあ、このカル AX っていう行列ベクトル積と、こういう隣接通信と、このオールレディウスっていうそのスカラの内積を取るためのオールレディウス、まあ、それがまあメインの計算になっているというのが、分かります、まあ、そんな計算をやってるんだということです。で次に圧力計算の部分なんですけど、この圧力計算の部分はこう2つやり方があって、先ほどの要素圧力モードというので、まあ、全体合成マトリックスを解く計算をやるやり方で、この中はごめんなさい、間違えた、こっちですね、接点圧力モードですね、接点圧力モードということで、あ、これちょっと、あ、ごめんなさい、逆ですね、このコメントが逆です、すみません、
全体合成マトリックスを解く方で、カル AX という計算をやる部分、それと先ほどと同じようにですね、内積を取るための DDCOM2 という通信が入ります。まあ、同じようにこれをやっていると。まあ、だから先ほど言ったように、この速度予測子の計算の部分と、まあ、同じような計算を、もうソルバーをこう使っている、まあ、カーネルを使っているような計算になっています。でもう一つ のエレメントバイエレメントで計算する方法部分ですね。これは両方どちらかを使うことになるんですけど、まあ、計算の中では 両方をですね、適宜使うんですけど、このカルラップっていうこの計算が、中心になります。それと同じように DDCOM2 っていう内積の計算と DDCOMX っていう隣接の計算が入ってくると。まあ、そういう意味で、で、まあ、この最後のですね、この予測値、この辺は速度修正は同じようにですね、この速度予測値の計算と同じような計算をしますので、まあ、全体で見ると先ほど言ったこのカル AX っていう行列ベクトル積を計算するのと、このカルラップっていう、エレメントバイエレメントで計算する部分、それと、DDCOM2 っていう内積の通信、 DDCOMX という隣接の通信、まあ、その辺が、まあ、計算のメインになっているということになります。で、これがその主要計算の、時間の分布ですけど、まあ、先ほど言ったカルラップというところですね、エレメントバイエレメントのところと、あとカル AX という、部分、これが行列ベクトル積ですね、それと、カルラップのまたちょっと他の部分ですね、エレメントバイエレメントで解くところ、それともう少しですね、この辺の、ごめんなさい、このフィードサインエクスはこっちはね、ちょっとこのフィードサインエクスという部分とか、まあ、ちょっといくつかあるんですけど、基本的には、まあ、この部分ですね、カルラップ、カル AX というところ、あと、まあ、あとは通信ということになります。で、これで今回は、その今言ったカル AX、カルラップというところ、あと通信ですね、その部分をついてちょっとチューニング等の話をしたいと思います。で、他の部分はちょっと今回はちょっと時間がないので入れておりません。それで、まず最初、その並列化の部分なんですけど、まず最初にですね、3次元の領域分割になってます。この非構造格子のアプリケーションですので、まあ、具体的に言うとこんな風なですね、形になる。まあ、先ほどのサイズの 3D と比べるとですね、綺麗なそのサイノベ状ではないということですね。でこれ中は6面体になってるんですけど、これ4面体とかプリズムとかいうのもあります。あともう少し複雑な形状ですと、こんな風なパイプですね。これをこんな風に分割していくと。まあ、これを見ても分かるように、綺麗なサイノベ状にこう切れているわけじゃないということです。これが、まあ、有限、差分と言いながら少し、違うところですね。先ほどのサイズの 3D とは。それで、初期の、やっぱりこれもウィークスケールで評価をしています。で評価モデルは先ほどのこのパイプのものをですね、基本モデルの 2から16、128、1024ということで、まあ、こういうふうなウィークスケールで、評価をしたということです。まあ、その時には、コアあたりの接点数とか、コアあたりの、要素数を、これをまあ大体同じぐらいになるようにですね、やってウィークスケールで評価したということです。でこれが実際やった結果なんですけれども、これ非常にこう初期の、マシン、先ほど言ったクラスターを使ったようなマシンになっています。でこう演算がですね、ここの薄い青が演算の部分です。でこれが通信ですね。でこれ 見るとですね、演算がウィークスケールかどうかちょっとよくわからないんですね。なんか増えたりこう減ったりしているという部分、それとあ と、通信もですね、全体見るとこうかなり増えちゃってるということになっています。これをさらにですね、分けて測りましょうと言って、隣接通信と待機通信で分けるとですね、隣接通信も待機通信も増えているように見えるということ、それと演算も各部分に分けて測りましょうということで、いつも言っているように分けてみるとですね、ウィークスケールしているように見えるものもあるし、なんか増えているのもあるしっていうのをちょっとよくわからないになってますね。でこれがですね、やっぱり最初我々も悩んだんですけど、やっぱりその分割のやり方とかですね、こういうのがなかなかちょっと複雑で、
こういうパイプみたいな長い問題にしたので、通信の状況もですね、なかなか複雑な状況になっているという、まあ、そういうあの形に見えてます。で、これでちょっとなかなかそのアプリケーションとしての特質があぶり出されてこないので、これはちょっと困ったということで、やったのが大体こんなふうなですね、問題をまず簡素化して、アプリケーションだけを、の問題をちゃんと見つけれるような、そういうふうな、ちょっと問題を作ってやろうということで、こんな形で簡素化しています。まあ、一つ一つはですね、こういうその四角いメッシュで、この上面に速度を与えて、こう中の、流体の動きを見るような、こんなふうな問題をあの、これをですね、横にずらっと並べて、で、すべてのノードが同じ問題を解くと、で、通信はちゃんとするんですけどね、まあ、そんなふうな仮想的な問題を作って、やりました。で、こうすることによって、各ノードは全く同じ問題を計算する、完全なウィークスケールの問題になります。で、こういうことをしてやるとですね、かなりシンプルにアプリケーションの問題だけがあぶり出されると。で、これでアプリケーションの問題を洗い出して直してやって、で、最終的にまたその複雑な問題で計測していくというような、まあ、そんなふうにやらないとですね、なかなかそのアプリケーションの問題があぶり出されないということで、まずこういうことを考えています。で、やりました。で、実際そうしてやるとですね、これは1000プロセッサーから8000プロセッサーの結果なんですけど、これで見ると、ここから下がですね、演算 の、 あの計算です。で、横軸は、ノード数ですね。横軸はノードです。で、これで、ロードインバランスと時間のスケールを見あの、計算のスケールを見ると、そうするとですね、同じところがもうほとんど変わらないと。ということで、この1000から8000までについては、完全にウィークスケールしているということで、計算については、演算についてはウィークスケールしているということが分かりました。まあ、これで、非並列の部分はないとかですね、スケールは問題ないということが確認できました。で、ただし、この待機通信はですね、かなり1000プロセッサーでもかなりあるし、8000になるとこんなに増えちゃうということが分かりました。で、隣接通信はですね、この上の方のちょびっとしかないんですけど、ちょっと見えないんですけど、見づらいんですけど、隣接通信もこれも、ちゃんとスケールしてて問題ないということが分かっています。まあ、そういう意味で FFB についても、まあ、あの最初にちょっと申し上げたように、まあ、並列的にはアプリケーションとしてはそんなに問題がない、であろうということがあのこれで確認できたと。ただしこの待機通信だけはあの非常に増加するので、これがどんだけになるかというのをちゃんとあの見積もってチェックしないといけないということです。で、実際ですね、あの並列についてはあのこういう状況が分かりましたので、 K で、実行した場合に演算時間がどれだけで、あの待機通信の時間が8万ノードだった場合にどんだけかかるのっていうのをちょっと今日はちょっと細かく話しませんが、それを見積もっております。で、そういう見積もりをすることによって演算時間の、まあ、数パーセントで、待機通信については、10% ぐらいだったかな、それぐらいでちゃんといけるだろうなって見積もりをして、まあ、それで、まあ、あのこの5をかけたと、まあ、こんな形になっています。それで今度は、まあ、そういう意味でその並列についてはこれで問題があのケリがついたので、単体性能ですね、今度は、単体性能の話です。で、フロントフローブルーは何が難しいかというと、要求バイトパーフロップが大きく、なおかつですね、リストアクセスを使っているというのが非構造工事ですので、それが問題になります。で、このタイプの問題が性能という意味で一番厳しいです。で、我々がやった中ではもうこういう問題が一番厳しい問題であるというところですね。で、これについてじゃあどういうチューニングをしたかというのをちょっとご説明したいと思います。で、先ほど言いましたように、まあ、この、計算の、中心になるのは先ほどの素行列の行列ベクトル積と、あとエレメントバイエレメントの計算だということを申し上げたんですが、まずその素行列の行列ベクトル積の方です。で、これはシンプルに書くとですね、こんな風なループになります。これはあの、CRS 形式というですね、コンプレックスローストレージという、まあ、やり方なんですけど、これであの行列とベクトルを格納してやるようなそのアプリケーションの、
行列ベクトル積のアプリコーディングになっています。でこれが、その IP2 っていうのがこうベクトルのリストですね。でこれが IPCRS っていうそういうリストを使って、アクセスされると。それでこの IP2 を使ってこの S っていうのはこれが行列ベクトルのベクトルになるわけです。それでこの S っていう、あ、A っていうのがその行列ですね。これが行列になります。これをよくこの一つ目は、横の帯幅の分だけ、行列ベクトル積を計算してそれをこれをその IP っていうのはその接点数ですね、接点数分だけぐるぐる回して計算するという形になります。それでこれを計算した値を接点のところにこう足し込んでやると、まあそんな風なコーディングになるわけです。シンプルに言うとこういう形になります。で、こうやるとですね、これの行その理論的な性能はどんだけになるんだっていうのをまた求めたいわけですね。でこの時に一番問題になるのが、まあ、これも3回目でご説明したと思うんですけど、このベクトルがですね、これがリストアクセスになっているということです。でリストアクセスになっているということは、以前言いましたように一つのキャッシュラインに載ってる、まあ、例えばこれ4バイトですので32個要素があったとするとその中の1個しか使わないかもしれないと。リストっていうのはそういう形になっちゃうわけですね。で非常にそれはもうこのアクセスがペナルティが大きくなっちゃいます。でですからこれが何とかしないとこの行列ベクトル積って非常に問題なんですけど、じゃあもしそれがですね全く問題がなかったらと、完全に、キャッシュラインに載ってるやつを全部使い切ったとしたらという、まあ、そういう想定でやるとですね、この持ってくるのは、IPCRS っていうこの、リストですね、このリストを持ってくるっていうのと A っていうその行列を持ってくるっていうこの 2つのロードだけなんですね。でこの中でぐるぐる回るので、この回数が多ければこのストアはあまり関係ないので、まあ、そこはもう勘定しないとですね2ロードということになるわけです。そうするとこれも単正答なので 2×4 で8バイトになります。でだけど要求フロップは足し算と掛け算が1個ずつなので2つしかありません。そういう意味で要求 BF というのは8を2であるので4、要求 BF 中に4ということになります。これ結構大きな値です。そうすると先ほどと同じようにやるとですね 0.364 でやると 0.09、まあ要するにそのベクトルが非常に理想的だったとしてもこのコーディングとしては 9% しか出ないと、ピーク性の比128に対して 9% しか出ないということになります。なかなかなってきたのペースを上げないといけないですね。で、それでじゃあ、何パー出るどうなるんだということでちょっと計算するとですね、まあやるとじゃあ実際実測するとどうなるかということなんですが、最初にこのアプリケーションはですねスレッド並列されていなかったのでワンコアでしかちょっと測定できなかったのでワンコアでまあ測定しました。そうするとなかなかちょっとちゃんとした見積もりができないんですけど、先ほどと同じようにですねワンコアのストリームベンチマークの結果を見るとですね 20GB/s です。でワンコアのピーク性能比が16なのでワンコアで理論的な BF 値を求めると20ギガを16でやると 1.25 だと、まあ、先ほどの8コアだと 0.36 なんですけど 1.25 だというふうに見なすことができます。で先ほどの、同じように要求 BF 値は4なのでこれを 1.254 でやると 0.313 だからワンコアだと 30% ぐらい出てもいいだろうというのがこの見積もりになるわけです。でそれを実際に実測するとですね 5.9%、まあ、6面体か4面体かによって違いますけど4面体は 2.4% しか出ないと。だ要するに、30% ぐらい出ていいのにワンコアで、6% とか 2% しか出ないと。これはやっぱり先ほど言ったようにベクトルがリストアクセスになっているということですね。まあ、そういったのがやっぱり非常に著しい性能低下を招いていると。で L2 にオンキャッシュになったとしてもやっぱりラインのアクセスについてはやっぱり128バイトごとのアクセスなので同じように、まあ、ダメなわけですね。でだからこれ全然やっぱり思ったより性能が出てないということになるわけです。でこういったところでじゃあ何をやるかっていうと、まず一つはですね最内のドゥループを
帯幅の分をですね、アンロールしちゃいます。全部中に書き下してあげます。で、そうするとちょっとこういうところにですね、実際はこの2とか要素が 4とかなんですけど、これ大体30個くらいあるんですけど、横軸がですね、こういうふうに白いところが出てくるわけですね。で、これはもうあの0を詰めて、こういうふうにアンロールしたようなコーディングしてあると。で、ただその0のところはですね、6面体だと 1% もないので、そんなに問題にはならないということで、こんなふうなことをやってあげます。で、そうした上でですね、これ、この辺がちょっとミソなんですけど、ベクトルデータがですね、すごいやっぱりそのペナルティが大きくなっているので、これをその状況を見るとですね、4面体は横軸に接点を、どの接点を計算するのに、どの接点をアクセスしているかと。縦軸がアクセスしているための接点なの。大体30点ぐらいあるんですけど、だから、この、例えばこの点の接点を計算するのに、こんな風に広がったですね、接点番号をアクセスしているということになるんですね。こうなると、もうそのメモリーのあっちこっちを飛んで、すごいランダムにアクセスしているということになります。それで、6面体についても、最初のところはそういう状況になって、なお、その後これ後ろの、最初のところと後ろの方でちょっと2つ分けて書いてありますが、これもですね、この辺からこの辺にこう飛んでるわけですね。だから非常に離れた点を、アクセスしているということが分かります。で、こういったときにどういうふうにしてやるかというと、リオーダリングということを今回はやってあげました。これ、接点番号というのはですね、物理的に、位置を持っているわけですね。XYZ の位置を持っています。で、そういう意味で、今までは遠く離れた接点が1番、2番、3番、4番で番号が付けられたのを、近い、物理的に近い接点を近い接点番号に並べ替えてやりましょうということなんですね。だから、こういう、こう四角く書いてありますけども、これはちょっと複雑な、本当は形状してますけど、これをちっちゃなこう四角い領域に分けて、この箱の中でまず接点番号をつけてやろうと。で、それもなかなかうまくいかなくて、この一つの箱をですね、内側と外側に分けてやって、内側を先に接点番号をつけてやって、その後外側の設定番号をこうやってナンバリングしてやると。こういうことをやってあげたわけです。で、こういうことをするとですね、先ほどの、こう4面体がこういうふうにすごい広がってたのがですね、もう一回書いてやると、こんなふうにこう修練してるわけですね。で、これもですね、ちょっと離れたように見えるんですけど、実際はこれこう拡大鏡でこう拡大してやるとですね、そんなに離れてなくて、割と近いところに並んでいるという状況になります。で、6面体もリオーダリングしてやると、こんな形になります。これも、ちゃんと拡大してやるとですね、近いところに並んでいるということになっています。で、こういうことをしてやった結果ですね、スレッド並列、最初にオリジナルでスレッド並列するとですね、こんなに実行時間がかかってて、これ6面体のデータなんですけど、最初のところだけは、計算してるんだけど、この赤いところはですね、メモリアクセスになるわけです。メモリアクセスがすごいしまくりで、こんだけ時間かかったと。で、他のやつは、すごいずっと待ってるわけですね。バリア同期がこんなにかかる。で、これがスレッド並列してやると、こんな風にメモリアクセスは多いんだけど、こんだけ全体として平均化されると。こんな風なですね、効果が出てます。で、こういうことをすることによって、最終的に、6面体でフルアンロールしたときにだけで 5.4% だったのが、4面体 3%。だったのが、そのリオーダリングを してやって、両方やってやると 8.1% で、4面体は 7.7% ということで、ベクトルデータが L1 にオンキャッシュになっているという、そういう仮定した 9% っていう、ピーク性能比で、原価性能それだけですよって申し上げたんですが、それに近い性能ですね。こちらは 8.1% になっているし、これは 7.7% の、こんな性能が、出ているということです。ここまでチューニングできたと。で、ちょっと飛ばさないといけないんで、少し飛ばしますが、それがカル AX という、そういうふうな部分です。で、もう一つですね、エレメントバイエレメントで、使う圧力の、接点圧力関連ですね、このカル AX というところなんですけど、これはですね、
こんなふうに接点のところにこう足し込んでやるというような、こんなふうなプログラムになります。でこれはですね、接点のデータをこの2つの要素から同じ接点に足し込んでやるんで、ここが最初にお話したようなリカレンスですね、データ依存性があってリカレンスっていうのは発生します。これがあるとこれスレッド並列できません、並列化できないので、これは何とかしてやらなきゃいけないということで、ソルバーのお話したときにカラーリングということをやるんだよということをお話したと思うんですが、まあ、その同じようにそのカラーリングというのをやってやります。でちょっともうこう時間がないので飛ばしますが、こういうカラーリングをしてやって、このカラーごとにこう計算してやって、それをそのカラーの中でスレッド並列するというようなことをまずやってあげますということをまずやってあげて、それそうするとですね、このスレッド並列したものはどんだけの、性能が出るかというと、まあ、ちょっとこの要求バイトはこんな計算になって148バイトになります。それで不動小数点の演算数は24なので、 BF としては148を24で割ると 6.17、 結構高いですね。やっぱり要求 BF 値がすごく高くなります。そうするとピーク性能比としては 5.8% というのが、これがピーク性能比、限界のピーク性能比になります。こういう感じをしてやると。で同じようにですね、これも先ほどのコーディングを見てもらうと分かるように、ここにリストアクセスがあるんですね。この IP 値っていうこの要素で回したときに、このリストを使ってリストでこのアクセスするという、そういうふうなことになります。で、まあ、先ほどのこの見積もりもですね、このリストアクセスは完全に、さっきのカル AX のように完全にこれはもう理想的にいったんだっていう見積もりで 5.83% なんですが、だけどやっぱりそのリストアクセスがあるんで、それは非常に足を引っ張るわけですね。で同じように、先ほどの カル AX と同じように、やってやります。そうするとまずカラーリングで、やってスレッド並列したときに 1.6% の性能が、このカル AX と同様の接点のオーダリングをやってやるとピーク性能比 3.78% までいってます。でさらにですね、これちょっと配列融合っていうのをこうやってあげます。ちょっとこのまま詳しく説明しませんが、それをやることによって 4.41% まで上がっているということです。まあ、ちょっとこの辺にデータ出てますので後で見てください。それとですね、さらにブロック間の要素数のバランスがちょっと良くなかったので、それをもう少し改善してやるってことをやってやると、最終的には現状で 4.58% で、メモリースループットも 41.2GB まで使えるようになっていると。まあ、ここまでチューニングしてやると、まあさっきの 5.83 というのが上限なんですけど、まあ、そこまではいかないんですけど、まあ、それにかなり近く、最初 1.6% だったのが、カラーリングしないともっと全然ダメなので、0.何% ですね、それから 4.58% ということでかなり性能が上がったということです。それで最終的なですね、 FFB のウィークスケーリング性能を見ると、これちょっと古いバージョンですけど、まあ、1000から8万2000までで、まあ、ある程度スケールしていると。これちょっと古いバージョンです。でこれが、先ほど言ったチューニングをやったやつで、これが、4万と8万を比較してますが、これはブロックごとにこうチェックしてあるんですけど、だいたい8万ノードで、ある程度4万と8万でウィークスケールしてて、まあ、トータルの性能比は、3.16%。 やっぱりこれ非常に厳しいですね。リストアクセスがあるし、要求 BF 値も高いので、まあ、こんな風な性能になっているということです。で、ちょっとあと5分ぐらいなんですけど、あと最後に、まあ、今の2つでもほとんど重要なところをお話したんですけど、ナスパラレルベンチマークの MG ですね。これ第2回の講義で紹介しましたけど、そのチューニング事例を最後に5分ほどでお話して、終わりにしたいと思います。まずですね、こういうふうな実行時間とかですね、実行性能を取るためのプロファイラーっていう機能があります。それをうまく使っているということです。で、その、以前 MG っていうのは、まあ、いろんな 4つの要素ですね、制限補完とか、簡単に解を求めるとかですね、延長補完とか、そういったものがこうあるんですよって言ったんですが、この制限補完っていうのは
ですね。このサブルーチンのチューニングについてちょっとご説明いたします。で、同じようにですね、やっぱりこれもこういうアプリケーションなんですけど、ループの BF からですね、推定性能を算出してやります。で、これ、まあ、計算してやるともう詳しくは言いませんが 2.67、BF 中和になって、まあ、大体 13% ぐらいの性能が出るだろうという見込みが立ちます。で、これ実際に測るとですね、ピーク性能比が 4.9%で、これもある程度チューニングしてからまあこうなんですけど、大体 4.9% まだ達してないということですね。それで見てみると、メモリのビジ率も、まあ、あまりその 26GB/s ぐらいなので、メモリスループとも46まで全然いってないと。でもこれはチューニングの余地があるでしょうということになります。で、これを見てみるとですね、先ほどと同じようにですね、ミス率がですね、これもまあほぼ連続と言ってもいいんですけど、かなり高いってことですね。倍精度であれば先ほど 6.25 が基準だと言ったんですけど、12% ぐらいあって、なおかつさっき言った L1D ミスのデマンド率が 41%、まあ、非常に高いと。で、これもやっぱりキャッシュスラッシングだろうということが言えるわけです。で、これを、回避するために、まあ、まず一つはループ分割、配列融合、そんなことをやって配列数を減らすということですね。それとあと、配列のアドレスを出すというパディングというのをですね、以前、ご紹介したと思うんですけど、まあ、こんなことをやってあげるということです。で、実際にやるのは何かというと、そのまず一つはこのテンポラリーの配列をやめて配列のアクセスを少なくすると、この赤い部分ですね。で、そういうことをやってます。で、do ループもこういうちょっと2つを合成して、ループ融合してテンポラリー配列をやめて、スカラッチにして、それで、まず配列のアクセスをな少なくすると。で、さらにちょっとここも細くて見えないんですけど、見づらいんですけど、これパディングをやってあげてます。この配列にですね、こういうパディングをやることをしております。で、ちょっとこういうことをやってやるとですね、最終的には L1D ミス率が 12% から 6.45%、 デマンド L1D ミスのデマンド率が41から 15% ぐらいに減っていると。で、メモリースループとも26から 41GB/s まで増えているということで、ピーク性能比も 4.94 から 10.96 ということで、まあ、倍ぐらいの性能になっていると。で、これちょっとまだ余地あるんですけど、ちょっとここまでしかご説明しませんが、大体こんなことをしてやると、性能としては上げることができるんですよということです。すみません、もうちょっと最後の方は駆け足になって、駆け足に過ぎちゃった面みたいなんですけど、まとめとしましては、前回と同じで、まあ、理研で進めた性能最適化についてご説明をいたしました。まあ、その中で、まあ、特に前回は、まあ、量子計算のアプリケーションで、まあ、並列化が難しい部分アプリケーションの、についてですね、どういう並列化をするかというご説明を前回はメインでやりましたけど、今回はどちらかというと、単体性能を上げるというところですね。そこの要求 BF 値が高くて単体性能を上げるのが難しいアプリケーション、まあ、サイズも 3D の性能最適化とフロントフローブルー、ナスパラリベンチマークの MG ですね、それらについて、まあ性能をループごとにどうやって見積もって、それに対してどういうチューニングをするかと。で、トータル性能としては並列化と合わせて、まあ、どんなふうな最終的な性能が出たかっていうのをご説明いたしました。で、ちょっと細くて見づらいんですけど、今日というか、まあ、今回の講義ちょっと今日5回目で、まあ、最終的に今日でまあおしまいになりますが、今回の5回についてですね、いろいろちょっとご紹介した話については、この辺のちょっと論文を見ていただければ論文になってますので、またそれもご参考にしていただければと思って、最後にここにリストとして挙げさせていただいております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。